定款様式、定款様式、定款式は、1930年代の日本において、伊藤中太、佐野力、武田51らによって推進された和洋折衷の建築様式である。彼らが審査員を務めた競技設計では、様式規定に日本趣味が盛り込まれ、鉄筋コンクリート作りの様式建築に和風の屋根をかけたデザインが選ばれた。 どの建物を定観様式とするかは、諸説あるが、大体共通して、定観様式と呼ばれている建物には、以下のものがある。1920年代から1930年代に、かけては、クラシック建築が建てられた最後の時期にあたる。規則にのっとり型にはまった造形しか許されない、クラシック建築が衰退することで、時代よりすべき統一的な様式が失われ、表現派。 大都市機、モダニズムなど様々な様式が混在するようになった。また、装飾をそぎ落として簡素化したクラシックや一つの建物の中で複数の様式組み合わせる設置も行われた。日本では和風の要素を取り入れた日本趣味の建物が1920年代後半から普及した。この時期、内容と調和させた歌舞伎座や東方文化、東京研究所、 周辺環境に配慮した芝区役所や女子会館、国際観光ホテルとして、外国人のエキゾチシズムに訴えかける琵琶湖ホテルや、蒲氷ホテルなどが建てられている。1919年に、帝国議会のデザインを決める競技設計が行われ、入選案はすべてルネッサンスの様式だった。これに反対した、下田菊太郎は、衣装変更を訴える。 単眼章二度にわたって議会に提出した。下田はクラシックの壁体に和風屋根をかけた定款併合式と称する案を提出し、各方面にパンフレットを配るなど活発な活動を行ったが、当時の建築界には受け付けられず目殺された。1926年に神奈川県庁舎、1930年に名古屋市庁舎の競技設計が行われ、 和風屋根をかけた案が入選した。どちらも募集規定に日本趣味は含まれていなかったが、神奈川県庁舎は横浜という立地から外国人を意識して、名古屋市庁舎は名古屋城の近くであることから和風屋根がかけられた。続く日本生命館、大霊記念京都美術館、軍人会館の競技設計では募る規定に日本趣味が盛り込まれた。入選案における 和風屋根の割合も増えていき、名古屋市庁舎では八案中三案だったものが、軍人会館では入選十案全部となっている。1930年から1931年にかけて東京提出博物館も日本趣味の規定で競技設計が行われたが、モダニズム建築を目指す若手建築家たちはこれに反発した。 日本インターナショナル建築会は応募拒否を声明し、他の建築家たちにも応募しないよう呼びかけた。一方、前川国夫と倉立方田は落選を承知で、モダニズムの図案で競技設計に参加した。これは規定を無視したわけではなく、日本建築には木材にふさわしい造形が伝統としてあるように、鉄筋コンクリートにふさわしい造形を選ぶことが、 日本的なデザインになると考えていたためで、鉄筋コンクリートによる木造まがいに対する批判であった。前川国夫の案は審査員の中で一番若い岸田秀人に支持されたが、伊藤忠太に一周され入選しなかった。しかし、競技設計をプロテストとする姿勢がモダニズムを目指す若手建築家の共感を呼び、前川国夫は彼らのヒーローと言うべき存在となった。 これらの和風屋根をかけた日本趣味建築は、1930年代の建築家たちの目には、定冠併合式のリバイバルとして移り、定冠式と呼ばれた。クラシックを変形した上で和風屋根をかける必要があると考えていた伊藤忠太が正当なクラシックの上に和風屋根をかけている定冠併合式を国賊であると非難しているように、両者は全く別の様式である。 しかし、定管併合式はすでに忘れ去られており、和風屋根をかけるというアイデアのみが、わずかに思い出される状況では混同されるのも、無理からぬところであった。1937年に、日中戦争が始まるとともに、鉄鋼工作物建造許可規制が交付され、50トン以上の鉄材を使う建築は、軍需関係以外制限された。もはや装飾を伴う、 洋式建築を建てられる状況ではなくなり、衰退期にあった、旧洋式は死滅し、日本市民建築も停止に追い込まれた。一方で仏興しつつある、モダニズム建築は、機能本位の建築であることから統制下にも通ずるところがあり、戦後に勢いを盛り返した。第二次世界大戦後、戦後民主主義の到来とともに、戦前の日本ファシズムを否定しなければならない時代と、 なる。戦後の建築界を制圧したモダニズム建築家たちも同様で自らをファシズムの敵として提示する。日本のモダニズムがファシズムと戦ったことなど一度もなく、今まで対立関係にあり日本海域を連想しやすい日本趣味建築を日本ファシズムに加担したもだとして非難した。一方、日本趣味を推進した建築家たちは完全に力を失っており、 こうしたレッテル張りに反論をすることができなかった。戦後の建築評論家たちによって、定官様式イコールファシズム論はまるで定説のように、されてきた。しかし、造形統制の欠如は、第三帝国様式を推進したドイツと比べれば、明らかで、統制は、建設資材の制限に限られていた。建築衣装に対する指導として挙げられるのは、防空迷彩ぐらいで、 ビルに瓦屋根を乗せろと指導されたことは一度もない。日本の建築家たちは造形統制がないことに劣等感を抱き、むしろドイツ・イタリアのように造形統制を行うべきだと考えていた。同じことは軍関係の建築に限っても当てはまる。軍においてすらビルに瓦屋根をかけて国粋主義精神の鼓舞を図ろうとする統制はなかった。 1920年代後半から建てられた軍の建築で伝統的な日本趣味を取り入れた例は、優秀館や軍人会館など一部に限られる。およそ様式建築が似つかわしくない大阪城本丸という空間において大阪城天守の再建工事と同時進行で建設された第四師団、司令部長者でさえ出資者である大阪市から、 日本趣味を取り入れるように要請があったにもかかわらず、第四師団系リブはこれを拒否して、中世イギリスの城郭を模したロマネスク様式のデザインを採用している。また、大阪軍人会館もモダニズムのデザインを採用している。このように軍は建築衣装について統一的な意思を持っていなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。